ございました。いい曲だ。あ、本当だ。今気づいた。新年初歌になってるわ。あちゃー、あちゃ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 、あちゃちゃちゃ、あちゃ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 、あちゃ、あちゃちゃちゃ、なんでかこう2月。あちゃちゃちゃ、あちゃ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 、もう2月だよ、もう2月だよ、みんな2月ですけど。あたたたた、あれあれあれ、2月です。皆さん昨日は節分でしたが、豆をまきましたか？恵方巻き食べましたか？鬼は外、福は内しましたか？何もしてないです。あずきも何もしていません。完全に忘れていました。忘れてたんかい。忘れてました。夜中もバレンタインモードです。早いよ、終わったらすぐバレンタインじゃん。そうだそうですよ、2月。皆さんバレンタインがあるじゃないですか。バレンタインって何？なんだろうね。でもなんかさ、バレンタインはさ、自分へのさ、ご褒美チョコを買おうよ。なんかいっぱいいっぱいバレンタインのなんかさ、なんかフェアとかさ、イベントとかさ、やってるからさ、自分で買おう。え、その話するのやめない？なんで？いいじゃん、自分に買おうぜ。自分を甘やかしていこう。というわけで。そう、さっき、話題にも出てましたけど、バレンタインが近いって聞きました。ので、あの曲を歌いたいなと思って、次はこの、一口ちょうだい！瀬名あたるさんの EP で、あずきがボーカルを務めさせていただいた、恋の宅配便という EP があったんですけれども、その中に収録されているあの一口ちょうだいっていう曲がありまして、このタイミングやと思って歌いたいと思います。一口ちょうだいよ、ね、それ一口ちょうだいよ、